商品レビュー専門。今日はアイキャッチの S500 イヤホンですね。有線式イヤホン。こちら金属製のデザインですね。それこのイヤホンのいいポイント、 L と R が分かりやすいです。 L の部分は青、 R の部分は赤、直感的に分かりますね。だからはめるときパッと見るだけで分かりますね。あとは金属製のデザイン、所有する喜びありますね。それ中間にマイクを兼用したマルチファンクションボタン、それとプラグは4極、通常のスマホ用ですね。ストレート型、いろいろなバンパーやケースをつけていても問題なく刺さります。つけた感じはワンポイントでキラッと光る感じですね。 LR の識別の赤色青色あまり目立たないですね。ただこのぐらいのイヤホン、まあ珍しくないだろうって言われそう。でもこれは違います。ある特徴があるんですよね。特徴、低音が重たいんですよ。ずっしりきます。まあこう言うと他のヘッドホンだって低音の迫力あるだろう。確かにヘッドホンの迫力あるんだけど、多くのヘッドホン軽快さを求めてるんですよね。重厚感より軽快な低音。でもこれは重厚感ある低音ですね。まずクラシックのコントラバス、低音がうなってくれますね。ただ低音がすごくうなっても他の楽器への影響少ないですね。クラシックも迫力ある低音でシャープに聞けますね。あとはバスドラムとかエレキベース、それもずっしりきます。ちょっと重たすぎるかなっていうところがありますけど、まあ癖になるかもしれないですね。あとはポピュラー音楽のようにミックスの時に音が干渉しないようにイコライズしてるもの、そういうものでも低音がバシバシ伝わってくるんですよね。ただ低音が伝わってくると言ってもブンブン響くってことないですね。不思議とブンブン響かない。ドスンとくる、ドスンと重さはくるけど軽快な感じはない。でもブンブン言いすぎない、その微妙な間を貫いてるイヤホンですね。見た感じ低音が強いものはあるけど、まあなんかちょっと薄っぺらいな、もうちょっと重厚感が欲しい、どんどん言う低音が欲しい、花火が打ち上がった時のあのドーンという音、そういう感じの音を体で感じたい、そういう人のおすすめのイヤホンです。とにかく低音が欲しい、うなるような低音が欲しい、そういう人におすすめなのがこの S500i ですね。ぜひ検討してみてください。商品レビュー専門でした。